牧場でのテキスト切り落ち穂拾いっていうことで、今日テキスト関係3人ぐらい喋ってもらったんですけど、一応それを管轄してますID チョークですけど、ちょっと喋らなかったことなどを、あと今後のなんていうのかな、やりたいことみたいなのちょっと補足をします。でなんで私が今ここに立ってるかというと、さっきタイムラインでですねこのタブリス君がなんか壮大な字を喋ってなんかくれたなって言ったら、なんか時間余るかなどうかな、プレゼンしねえかなって来て、まあなんかマジかとかこういろいろ料理お願いしますとか質問お願いしますとかこういろいろ抵抗したんですけど、質問もあまり出ず、なんか私が今ここに立ってるわけです。でなんでこれ Chrome でやってるかというと、速報でこの MacBook Air がですね、買ったばっかでほったらかしでまだキーノートが入っていなかったでしょうがないから、まあこうやってですね、今HTML でタイトルだけは作ってですね、適当 HTML とかいうので今ここに入って私が喋っております。高橋メソッドだで、まあめぐるさんがですね、この SRAs のどうも6162さんからいただきました。この SRAs で、次世代シーケンサー の, データとあと文献を結びつけるっていうことじゃなかった、どれだったかな、こういうのを出してくれまして、でこの辺が次世代シーケンサーの、こっちが次世代シーケンサーの SRA っていうデータベースに入っている、エントリー でこっち側がそれに対する文献 で、まあなんかこことここを結びつけてますって、細かいことはいいじゃないですかって言ってたんですけれども、一応去年のですねスライドをここにこうめぐうさんが喋ったのを勝手にやると、すいません、分かりづらい。めぐうさんのスライドですから、なんか私が代わりに喋るんですけど、この SRA とあと ENA と、ERA と、DRA ってあるんですけど、その中村さんのおられる DDBJ から、データを取ってきてですね、あとはそのその中に一応文献のリンクはあると、多少はあると。ただその後で文献が出たりすると、そういうのがこうこっちの次世代シーケンサーのデータには入っていないので、それをどうにかしないといけないと。で、まずやったりしたのがこのイルミナとか454とか、こうシーケンサーのベンダーで、うちらのシーケンサーを使ってこんなロムが出てますっていうのを宣伝しているので、そこをちょっと覗いてみたりとかして、であとは、文献ですね、パブメドっていうところとか、あと全文のパブメドセントラルっていうところを覗いて、そこからうねうねするわけですけれども、ちょっと戻ってですね、ここに、ネイチャーの論文がありまして、これさっき この文献リストから1個取ってきたんですけど、ここにこうフリーパウメドセントラルってこう書いてあるわけですよね。でパウメドセントラルに行くと、こうやってこうやって僕らは読めるわけです。読めるんですけれども、これをですね、これじゃなかった、間違い、ちょっとごめんなさい、いいよ、ひょっとやってこうだったかな、これ今ちょっとバイオパールでですね、このアブストラクトを持ってくるってやると、ここですね、ここあ、違う、ここにいいんだよな、あれ、これじゃあライセンスで、あ、ごめんなさい、コンテンツ配線です、あ、これじゃなかったかな、失敗したので口頭で言いますけれども
こういうところにですね、なんか機械的にダウンロードしちゃダメだって出る場合があるんですね。で、ネイチャーとかがちゃんと取れてるはずなのになんで入ってねえんだみたいなご指摘を受けてですね、いろいろ調べた結果、こういうところになんかダウンロードしちゃダメだっていうのがあって、でこうなんかネイチャー昆虫場みたいなのをめぐさんとあとあの I87 さんと私でこう行ったというような、思い出でした。ちなみにですね、これここにこうラストアップデートって書いてあって、でこれをポチッとすると最近のアップデートがこうここからこういうのが載りましたよっていうのが、出たりしています。はい、あ、そうそう、あとこれですね、あの昆虫ショーな思い出その2なんですけど、SRA のデータが汚いっていう、これ私のブログなんですけど、これ DRA っていうか、その次世代シーケンサーの方の、あの文献へのリンクなんですけど、ここにこう、パブメドはこの ID だよって書いただけですよ。で、普通、その、僕らが処理すると、もうパブメド ID これだなと思うわけですよね。で、ちなみにこれがどういうやつかっていうのを見せた方がいいんだろうな。これできるかな。で、これはどうしようかな。ちょっと待って待って、はい、ちょっと今緊張してるんで URL 忘れました。ですね、これがどういうやつかっていうと、まあなんかまあ簡単にそのメタゲノム系の話だなっていうのがここで、分かるわけですけれども、ですね、これの論文が何かっていうと、あれ、あ、そうかそうか、ごめんなさい、今喋ったのは、成功例の話なんですけど、これはまあメタゲノムのやつだから、これはこれで OK なんです、すいません。それで、汚い例が次で、まあ、こうやって同じように書いたわけですよね。さっきはそのパーメントが17916733 で同じような体裁で、まあ、こうやって書いたわけですね。11466899で、でこれを見てみるとですね、ここに1975年って書いてあるんですよね。で次世代シーケンサーのその話なのに、なんで1975年のその論文引くんだろうみたいな話になるわけですよ。でなんかおかしいなと思って、で、実際のその、次世代シーケンサーの方の、見るとここにこうちょろっと書いてますけど、なんかどうも全然違うようなタイトルが書いてあるわけですね。でおかしいなと思ってじーっとこう眺めてみたわけですね。こうやって
で、さっきここまで見せたんですけど、さらに下までずっと見ていくと、ずーんとあると、こうやって、こうやって書いたわけですよね。この114689がさっき、ここの114689になってるわけですけど、なんかこの形式見覚えあるなと思ったわけですよ。で、これ DOI っていうあのやつで、あの論文を指し示す、そのバイオ系の分離じゃなくて全体的なその DOI っていう番号が振られるんですけど、それでこの114689ってやると、実はさっきのこのメタゲノムの論文の DOI 番号だったと。要するにそのこのデータはこの114689、パウメドのこの114689を見なさいねってここに書いてあるんですけど、これ実はこの番号 DOI の番号で、それをこうこれパウメドのデータですよと偽ってこう載ってるわけですね。あんまり受けなかったんですけど。こうなんかこう立ちくらみがしました。本当のパウメドアイディアも切ってたんでしたっけ？載ってないです。載ってないです。さっき見せたこのやつも実は DOI ID だったんです。だから本当は、どこだっけ、このこっちか179167333っていうのが書かれなきゃいけなかったんですけど、これのノットファウンドとか言われちゃった、勘弁してくれよ。まあなんかそのサイエンスのページに行くと、この辺に DOI 番号とか書かれていて、なんかそれがこう入ってっていう、まあなんかいつものデータベース汚ねえなっていう恨みでした。で、今のはその SRA と、文献の話だったんですけども、あと日本語の話、まあ、2人喋ってくれたんですけど、それ関連でちょっと裏で私がやってるのをご紹介すると、こういうやつなんですけど、疾患用語の抜き出しっていうのをこう暇にかまけてっていうか、なんかこう暇なんですか？いや暇じゃないですよ。暇な時にというか、ちょっとこうなんか行き詰まった時とかにこういうのやってたりしてます。で、なんでこういうことをやるかっていうと、あの誰だ、ガッキル君が喋ってくれたように、日本語のまあなんか専門用語いろいろ抜き出してもらってるんですけど、抜き出すのはまた例えばその最初のタブリス君とかがこうやってくれるようにバーッと抜けたりするんですけど、それをこうこの用語って何の用語なのよっていうのがこう問題点としてあるので、まあ、そこでこうタブリス、ガッキル君が喋ってくれたように、いろいろこうなんか生物種とか細胞名とか遺伝子名とかで、まあ、なんかカテゴライズしたいわけですね。で、ちょっと自分は疾患とかにいろいろ興味があるので、ファーストオーサーのところから疾患の用語だけを抜き出してっていうのを、まあ、ちょろちょろっとやってます。で、これは実はですね、最近私の後輩の東工大 の学生さん、非常に若い学生さんが、来てちょっと興味を持ってくれたので、ちょっとやってくれるかなって言ったら、はいやりますって言って、もうガーって全部終わりましたとか言われて、早いと思ったんですけど、でこれだけだとなんかあんまり面白くないので、こうやってですね、こっちがファーストオーサーに載ってるやつですね。で、あれ元論文載ってるので、元論文を見て、で、そこではどういう英語の記述になってたかっていうのを
見たりとか、あとそれが、オミムっていうのが、まあ、この業界で疾患のデータベースになったりするんですけど、それの ID が何番だとか何番だとか、あとメッシュっていうキーワード集があったりするんですけど、それだと、この疾患用語ですよとか、あとその電子カルテとか、まあ、カルテとかの番号、カルテとかでやるときにはこの ICD-10 っていうのもあるんですけど、それだと何番だとかいうのをこう対応付けを、細々とやってるんですけど、最近そのヌクリックアシドリサーチっていうので、データベースイシューっていうのが1月に出るんですけど、それを見るとディシーズオントロジーっていうのがこう出ててですね、なんかそれがこう全部ここからこの辺までを串刺しにして、あとそれに対して、ディシーズの ID を振ってるよっていうのがまあ出てて、前に確かに、そのディシーズオントロジーを評価したんですけど、あんまり使えねえなと思って、打ち捨ててたんですけど、また改めて見たらちょっとは前より良くなったので、この辺の疾患の用語と、あとディシーズオントロジーの用語をつけると、この辺がチャラチャラチャラっと結びつくといいなっていうのは、感じています。